韓国戦の先発ダルビッシュ、正直不安しかない。大丈夫か？ジーミンが不安視してるってことは好投や。めっちゃ制球乱しそう。ダルサイドのナンジーの意見聞きたい。佐々木朗希で言ってほしい。ダルの変化球は普通に打たれそう。 DH に大谷持ってこれるし、ええんちゃうの？ DH 制やんな。佐々木ってそんな先発任せられるような選手か？初回3失点くらいしそう。2009年も抑えたんやし余裕やろ。佐々木と山本予選だけ？もったいないな。ダルビッシュはここまで実戦登板が一度もないのがなかなか不安やね。言うて佐々木が一番炎上しそうやわ。言うて阪神も折も1軍クラスの投手はみんな抑えた打線やろ。2軍投手はきっちり打たれたけど明らかにレベル低いわ。言うて球数制限あるし、イメージする先発とはちゃうやろ。先般ダルビッシュ、大谷とかになったら野球ファンやめるわ。1回も登板してないもんな。明日は誰が投げても勝てるのになんで大谷なの？登板間隔も制限されてる決戦から逆算ローテや。韓国が一番負ける可能性あるし、予選じゃ一番大事な試合よな。ご視聴ありがとうございました。